はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズを始めていきたいと思います。こうしているのは普通なんです。魔王らしくはないですね。でもこの方がアリさんらしいですよ。クイズです。ああ、よかったよかった。ザハトルテか。お、これはマリンタワー。嘘。まだヒント残り2問でヒントたくさん残っております。最後の問題、これイタリアじゃないの？え、なにこれ？え？出ました、久しぶりに全問報酬です。損でしょう。外れか。もうでもたくさん得ましたよね。エルが本当こんだけ増えちゃいましたからね。
L 多すぎだろうって思ったりします。結果合成だからね。になりましたね。進化合成もあるんだ。強化できないんですね。
なあたりでいいか。11分以上かかっちゃってますからね。さすがにこれはちょっと今日いつもの協力バトルやりましょう。え、なんで、うわ、錆びれてるな。混んだから答え答えさせる。悪は即座に立つべし。ばっちゃんの教えなのです。その教えはいいと思うけど、もうちょっと相手の話を聞いてからにしよった。しなすぎるか。
天井。うっしゃ、うっしゃ。灰ってこんなに重かったの？お城で舞踏会？お城に行けばメメリーと会えるかもしれない。エンシェントウルフ族のご先祖様。おやおや、かわいそうな娘さん、あなたの力になってあげましょうか。あなたは森で出会った怪しい魔物。魔物だなんて失礼だわ。舞踏会に行くための馬車を用意してあげる。綺麗な衣装も用意してあげるわ。そうね。素敵。でも今日魔法が解けて元の。舞踏会で磨かれて早く食べ頃に育ちなさい。そう、このクイズないんですね。スキップ。どこにいるのかしら。ただストーリーやるっていうだけか。そういうのはさっさとこういうですね。私の幻想を解く力があるなんて。もしなぜ使っできる。ごめん。ねえ鏡さん。これで終わりか。ないよな。トリコバトルってもう流行ってないのかな。負けませんよ。今後はいか。簡単ひどい。こう見えて神様ですから。負けませんよ。スポーツ。
してしまった。一つ順位上げました。かかってきなさい。認定。間違いなし。伊吹島。いや、小豆島だけど。こう見えて神様ですから。さあ、これで1位に上がったぞ。負けませんよ。何がいいんだろう。雑学。正解です。うわぁ。勝ちました。1位です。今度こそちゃんとしたクイズだ。
飛ばしていきます。かかってきなさい。間違いなし。なんとかなった。この映画は結構強くやった年代が。何これ。なんか神様ですから。さっきのエレのキャラのかかってきなさい。あいつが出てくるのかな。そんなに強くない。神あつこでわかった。さらわれてきたんじゃないの？まだストーリーがある。ボスボスかな。手こずっているようだな。イケメンだし。あなたは。我が名はビラード・カーミラ。遊戯王かな。あなたを倒してこのゲームを終わらせます。それは困る。目的の童話石を手に入れる前にゲームが終わってしまっては全てが無駄になる。あんたの都合なんて関係ないね。関係ないね。しかた強兵かな。その程度。私は主催者として、すべてのキャスター
っちからリコラの匂い。変わった特技を持つ子だね。私が生まれた里には30名ほどの反浪たちが人目につかないよう細々と暮らし、結局は戦うんだけどね。負けませんよ。よかった。こう見えて神様ですから。ニコラ、これで気が済んだ。済むわけないだろう。私はまだお前を食っていない。食べやすいように肉片になるまで切り刻んでやる。下がりましょう。そのままだと本当にいいの。エメリーは生まれつき狼を退治する赤ずきんとして育てられた。いわば狼の天敵だよ。ニコラと出会う前からたくさんの狼を退治してきた。だって狼は人間を食べる悪い奴らだって教えられてきたから。だからまずメメリーを。遠慮はしないわ。あなたのニコラと戦うぐらい。その娘を噛み殺すの。その娘は狼を散々退治してきたあなたたちの天敵さ。それでいい。ゲームを盛り上げるため。少しやりすぎてる。この程度で何を。今以上に過激な展開を見たいの。その願いに応えてあげる。魔法の壁。それはマルグリット様です。そうでしょう。ともマルグリットっていうのが悪いやつなのか。食べていいよ。その顔。あの目は理性を失った目だ。銅石を奪ってアーシュに浄化させる。それ以外にない。メメリーを食べちゃう前に聞いてほしいのです。狼たちにも感情があるんだって教えてくれたのは。他にもリコラは死んだばっちゃんとリコラだけなのです。メメリーにたくさんのものをくれたのは。だからメメリーはリコラが好きなのです。早くメメリーを食べてあの優しかったリコラに戻ってほしいのです。やだ、メメリーは食べたくない。私は一体どうしてしまったの。
変身ファイル。契約レベルアップ。トルテ、どこの勘違いやろうか知らないけど、ゲームのさ、お前がトルテをこんなところに待っ、言いなさい。ジャストだが、そんな、だからこんな大きなお城に、まだあるみたいだ。待てー、ガラスの靴、ヴィラード様にチェス、任せて。ぬいぐるみじゃなくて、あっという間です。ナイト、成功は作戦の達成確率を跳ね上げるとばっちゃんが言ってました。僕たちの相性って最高。あ、見てください。なんだ、ようこそ女神アリ。それは言わない。あなたが落としたのはこの普通のヘンリー。なんと欲のないお人。あなたの謙虚な姿勢、女神として称賛を。欲のないお人にはもらってほしいぞ。知らなくてももらっとけや。ちったらこっちのことも考えるや。入るぞ。怒っちゃ嫌です。なんだかこの人もキャストっぽいね。キャッチ、女神を敬わぬ罰当たりな。いでよ、破壊の衝動に狂わされし。間違ったらどうしてやった。負けませんよ。悪いやつになってしまうのか。知らんかった。あ、そう、滅ぼせない。結構強いかも。本当に入る。正解です。
もう強いな。いいですかね。節約いこう。間違いない。やっぱり強いわこれ。今までの敵と違う。ことはなかった。ボスを解決です。かかってきなさい。ボス強くないけどなって相分からず。こう見えて神様ですから。戦闘術は攻撃まだな。これも作戦のうちだよ。開けた。おいおい、前より弱くなった。ならばもう一つの心。もうやめなさいねえったら。さっきよりも苦しくなった。それは超上手や。さっきはよくも騙したな。絶対に許せない。我が輩に逆らうぞよ。浅い浅い。避けるな。時を止めるつもりです。持ってる。図書館って関西館のことなのね。あ、ここないんだ。思想が溢れてきました。こう見えて神様ですから。ここないんですね。開けませんよ。ボス戦だ。かかってください。間違いない。待ってた。こう見えて神様ですから、勝利の歌を考えますね。クリアです。
その子の。かかってきなさい。舞台になってるのか。声優。間違いなし。一旦しか通さなかった。強いですよ、この機械も。負けませんよ。正解です。こう見えて神様ですから。かかってきなさい。あっと、奇襲攻撃されてる。今夜確率は英語で行こう。そこで勝てた。なんとかなった。負けませんよ。勝てると思っているぞ。これ強いや。倒せない。スーパーフェイス。一旦なった。間違いなし。倒した。破ってピノキオの魂を救った代償。実は可愛い娘ができた気。私に少しだけ。そんなのやだ。ゲット。ああやだ。呪いピノキオ。それはせっかく目をかけてやったのに。うるせん。ここと話見るのは長いな。あと2つですから頑張って読みましょう。スキップするけど。最後は飛ばし見にしましょうか。私のことずっと。でもまだまだです。私に実は困ってる人だから。ご心配スノーちゃんやメム。魔法使いさん、僕も。魔法使いさん、黒猫さん、これなんだ。どさくさにまっ。もっと悲しいな。ずっとうとね。魔法僕は実は魔法この子赤い見てのと今のごめんね。これから魔女マルグリット。おっと、そうなんだ。まだまだこの話って続くんですね。さすがにでもちょっと長いや。ということで、進みますか。
く、ようやく来たか。サンタしかいない。サンタに挑戦するような。サンタにも勝てそうなメンバーです。せずに終わってしまった。やって終わりましょう。かかってきなさい。あと残っちゃった。思想が溢れてきました。間違いなし。こう見えて神様ですから。ジニー低迷。巻き返せるか。いいか。気当たっちゃうか。間違えた。
まあこれで終わりましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。クイズゲームということでですね、プレイリストを作っております。説明欄にアドレス記載しておきます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、は表示しないということで縦画面なので、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。